皆さん、明けましておめでとうございます。大工事系です。はい、今日は1月の9日なんですけれども、本当は、昨日1月8日日曜日に町田ザプレイハウスで新春ライブ、大工事系楽団で出るはずだったんですけれども、ツイッターとか、インスタとかではお知らせしてる、したんですけれどもですね、長女、小学校6年生の娘がコロナにかかってしまいまして、今、私は今のところ大丈夫なんですけれども、そんなわけでね、皆さんにご迷惑をおかけしちゃって、大工事系楽団は、辞退して、マンデーフィーバーに、代わりにライブをしていただきました。マンデーフィーバーありがとうございます。それで、ご迷惑をおかけしました。町田ザプレイハウスのゆうじさん、マンデーフィーバーの皆さん、あと、本当、一緒に、共演の皆さんも、私昨日配信で見てたんですけれども、本当、もう私はお客さんとして見て、楽しませていただいたんですけども、なんかね、やっぱり、新年会っていうか、その場に、痛かったなぁとは、すごく思いましたね。まあ仕方がないね、ことでね、でもやっぱりご迷惑をおかけして申し訳ないなっていうのと、そういうふうになってしまったから、なんか天気もそうですよね、なんか雨で中止とか、そういう、またね、リベンジしたいなって、やる気がね、悔しさをバネに、挑みたいなと。で、2月の5日に下北沢ラプソディでワンマンがやるのでね、ぜひぜひ大工事系楽団、ワンマン。ぜひ来て、初ワンマンかな。はい。ぜひ来てください。今年もよろしくお願いします。はい。髪の毛も伸びてきました。ちょっとしばらくこんな感じでいきたいと思います。で、今色をね、つけたり、いろいろやっていきたいんですけれども、はい、すっぴんが楽ですけどね。まず、大工事系のサンデーセブンティーン YouTube の番組ですけれども、今年の1月29日の日曜日、第77回になります。そして、もう77回はもう私、なんとかそこ調整っていうかね、77にこう合わせたいっていうか。野口かおるさん多分来てくれます、多分。野口かおるさん、1月29日。かおるさん来てね。皆さんもぜひ、見てくださいね。まあだからね、コロナにもうかかっちゃったらかかっちゃったでね、早く終わらせて、まあ元気になって。大変な思いをされてる。まあ、コロナ、本当娘も小学校6年生で死ぬかと思ったって言ってますけどね。でも、乗り越えて、行きたいなーって。どんな病気でも、怪我でもね、そうですけど。皆さん、今年も元気に始まってますか？私はこんな、まあ、そう、私、実はっていうか、去年の4月に、コロナかかりまして、その時に7波とかでしたっけ？ね、4月にね、かかって、で、その時下の娘が熱出して、多分下の娘から私もらったと思うんですけどもね、下の娘はそう3年生でもうすぐ元気になっちゃったんですけど、私、その熱出して、で、その時、またその時もみんなにご迷惑かけてね、ライブができなかったりしたんですけども、まあ今抗体があるのかなーって、そんな風に思ってますね。はい。1月29日の日曜日、17時からサンデーセブンティーン。野口かおるさん、これ行きたいなーって。まあ予定ですね。まあ本当昨日のライブも予定が、断念っていうこともあるんですけど。あとね、その前に1月15日の日曜日。今度ですね、もう私元気だったら行きますけども、1月15日の日曜日、第3日曜日、寮生、神奈川県綾瀬市の、
綾瀬の西、野口かおるさんの地元の良性バザール商店街の、第3日曜日のイベントなんですけど、それちょっと行きます。で、なんでかっていうと、動画は出したんですけどね、暮れにね、3メートルのね、結構大きい。3メートルの幅の横断幕を作りました。みんなの広場、バザール大市ってこう大きく書いて、で、そこに、あやちゃんがですね、心ちゃん、ピンクでね、豚を書いていただきました。はい。それお披露目しますね。1月15日。それで心ちゃんもね、なんか新作の心ちゃんがですね、登場するそうなので、ぜひ遊び来てください。美味しいもの、たくさんあります。美味しいものと、あと、こうバザーみたいなね、皆さんいろんなお店が、ワンコインで似顔絵を描いてくれる素敵なね、本当素敵な似顔絵の、リリーさんとかね、皆さんいらっしゃるので、ぜひぜひ遊びに来てください。キッチンカーもね、出ると思います。1月15日、そう、それで、甘酒を多分9時とか、朝早いんですね、イベントね。9時とか甘酒配って、お昼過ぎに終わっちゃうんですけども、甘酒をまあ9時から配って、その後かな、体操終わってか、その横断幕をバーンって出すのかな。まあ、井田さんとちょっとまたね、詰めて。まあ、そこ、新しい横断幕と、それで、実はですね、そう、それ去年から少しお伝えしてるんですけど、やっぱり苦情がね、あるんですよね。それでライブはもう難しいっていうことで、まあ無理にね、やることじゃないと思いますし、ライブはライブで、コンサートはね、やる場所、やっぱりやる場所をね、考えてやればいいと思うので、ちょっとバザール大市の寮生バザールでのライブイベントはちょっと難しいっていう現状です。だから去年、去年までね、私もできたから、それは、本当にありがたかったし、一つそれは区切りとして、まあ私にできることをね、なんかお手伝いしていけたらな、と思ってます。それで、まあ、あやちゃんとかね、おのれ書のね、めぐみさんとか、皆さん素晴らしい、文字を書ける方もいっぱいいらっしゃるのでね、みんながみんなでこう力を合わせて、こう盛り上げていくっていうのは、これからもできると思うので、はい、バザール大市は第3日曜日。皆さんぜひ遊びに来てください。音楽のライブはね、できなくなりますけど、私いなくても遊び行ってくださいっていうことですね。やっぱり騒音になっちゃいますからね。うるせえなーって思う方がいたらもうそれはしょうがないことですからね。まあそうやって、私は聞きましたので、それもしょうがないなと思ってます。ですから、私としては、去年、その暮れにね、確信したっていうか、自分で、ああ、やっぱり、そっかって思ったのは、綾瀬音楽祭って、コロナの前にやったイベントを、令和元年だったんですけども、その綾瀬音楽祭を、今年、令和5年で、4年ぶりになるんですね。綾瀬音楽祭を、違う場所で、やっぱりもう、そうやって商店街ではできないのでね、場所を考えて、今年は綾瀬音楽祭やりたいなと思ってます。はい。そんな大工事です。あと大工事系楽団も、もう最高なバンドに、なんですけどね、もうさらに最高を更新していけるように、CD もレコーディング去年取り掛かったので、それを今年は完成させたいですね。はい。今年、11月で、44歳になりますので、皆さん今年も、そしてこれからもお付き合いよろしくお願いします、皆さんもお元気でいてほしいです。こういう風に YouTube でこうやって
何かお伝えできて、まあ、音楽もね聴いていただけるってこと、本当に私も嬉しく思ってます。見てくれてる方本当嬉しいです。ありがとうございます。はい、サンデーセブンティーンの時はお化粧しようかなと思ってますけど、今日はそんなわけで娘は家で休んでます。あ、そう、熱ね、下がりました。36度台まで下がって、でも咳ずっとしてるんですよね。さっき言いましたっけ、6年生のその娘ね。それで面白いことを言っちゃうと、その6年生ってやっぱ体大きいし、もう多分辛かったと思うんですね。もう死ぬかと思ったって言ってて、で夢もちょっとこう夢でうなされることもあって、そう、一緒にそば私もくっついてね寝たら、なんかもう暑いから、ママちょっとどいてみたいに言われて、で面白かったのはですね、娘がそう、まあ12歳で自分がね彼氏ができない人生だったみたいな、これでこう死んじゃうって多分思ったそうなんですけど、もう私は彼氏ができない人生だった、それが一番それを思ったそうです。一番多分考えたんでしょうね、その苦しい時に。彼氏作りたかったなーってそれ本当面白いなと思って、そんな長女なんですけどね、はい、面白かったです。また皆さん そんなね娘も出ることないと思うんですけど、はい、よろしくお願いします。皆さんまた、よかったらコメントをバンバンくださーい。はーい。で、サンデーセブンティーンは配信で、生配信やりますので、待ってまーす。あと、まあ、いろんなこと、今年やりたいことをね、言おうとしたんだ。ヤスさん、G3 パンクスのライブがそう、1月15日、その両生バザールの後に行くんですけど、G3 パンクスのヤスさんのアレンジの、音源もね、作りたいなーって、歌を入れたりして、はい、やりたいと思ってます。はい。あ、これ作った。はい。これワッペン貼って。娘の名前。鈴鹿。桃ね。K で。出ました。長くなりました。ありがとうございます。聞いてくださってありがとうございます。今年もよろしくお願いします。バイバーイ。